アディントン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、女王即位50周年女爵の七男爵家の一つ。初代男爵のカリカチャ1884年、バニティフェア氏掲載。スパイ作金融外シティのオスにして、イングランド銀行総裁を務めた、保守党の政治家、ジョン・ハバードは、1887年7月22日に、連合王国貴族として、 バッキンガム州アディントンのアディントン男爵に除された。その長男であるエジャートン1842から1915は、父の基盤を受け継いでバッキンガム選挙区選出の庶民委員議員を務めたが、初代男爵死去に伴う就職により、貴族院に席を移している。三代男爵ジョンは三期にわたりバッキンガム市長を務めた。その後は、 彼の弟レーモンドが四大男爵となったが男子がなかったため、彼のまた重帝にあたるジェームズが爵位を承継した。現当主である六大男爵ドミニクは自由民主党の政治家として活動しており、貴族院初党員時は当時の最年少議員であった。彼は1999年貴族院法、制定以降も貴族院に席を置く92人の世俗貴族の一人である。 爵位の推定相続人は、現当主の弟、マイケル・ハバード閣下。推定相続人の法廷推定相続人はその、息子、オリバー・ジェームズ・アノニエ・ハバード。ありがとうございます。